多重人格探偵サイコ MPD サイコは原作大塚英治、作画田島昭吾による日本の漫画。また、それを原作とした小説、テレビドラマ、進撃作品。恋人が猟奇殺人犯の被害に遭い、そのショックから多重人格者となった元刑事が次々と起こる猟奇殺人事件の謎を追うという設定でスタートしたショッキングサスペンス漫画。 連載開始は月刊少年エース1997年2月号であるが長期の中断を経て2007年8月より同社の青年誌コミックチャージに移籍2009年1月の同志休刊後は同年7月に発刊した後継誌ヤングエースにて2016年3月号まで連載された単行本の累計売り上げは900万部この作品の特徴は 漫画で描かれていない部分を小説で描くなどしている点である。また、意図的に設定に矛盾や食い違いが生じるようにしてある。第1話で主人公の恋人の女性が両手両足を切断された状態で宅配便で箱詰めして届けられるという描写がある。これを見た角川書店の役員が印刷機を止め、 当初1997年1月号から連載が始まる予定が2月号からになるというアクシデントで始まった。猟奇殺人を描き、リアルな死体描写、黒デスクで残酷な描写が非常に多い。その描写ゆえ2006年に、茨城県、2007年に、香川県、岩手県で、2008年に、福島県、大分県、長崎県で、 青少年保護育成条例に基づく有害図書に指定されている。刑事小林洋介が恋人の復讐のために猟奇殺人犯を殺害したのがきっかけで現れた人格天宮和彦は探偵になった。その後天宮は何人もの猟奇殺人犯に関わることになるが殺人犯たちの左目には一様にバーコードの技があり。 甘宮自身の左目にも同じものがあった。そして甘宮は事件の背後にある巨大な陰謀と自身の正体を知ることになる。キャストキャストキャスト、ありがとうございます。